皆様こんばんは、金鬼でございます。ロトセブン第398回目の当選番号が出ました。こちらです。3、4、10、17、20、22、33。ボーナス数字が1と6です。1等該当者なし。私の様、えー、想がこちら。 うーん3とかろうじて6と10一番上ですねで下がかろうじて1と4が当たっていますがかすってるというかどうなんですかね正直に言って難しいよね改めてやっぱりこのロト7の難しさが思い知らされたなと思います 前回の数字から出てんのが4だけですね。うん、でですよ。20 22、22、33。22と33が、33が23出るとはな。22また出ましたね。こうやつは入れといた方がいいな、もう、なんかもう思いました。うーんとね、この結果をね、見て、見た上で、じゃあ予想できるかと言われたら、できないっす。 この17とか、どうやったら出せんねんっていうぐらいで、やっぱりこれは考えてね、ロードセブンは、やるもんじゃないのかな。難しい。まだこれでさ、まあこれかんかん、今回はあんまり考えてないんよ、このランダムとお札っていうのはちょ。ちょっとしたネタかもしんないけど、俺は。気晴らし気分転換にやったんですけど、まだランダムボールの方がマシですね。<laughs> 3つかすってるんで。 でもね、私が当てたいのはボーナス数字ではないんですよ。本当に。1等当選数字ですから。ボーナス数字でかすってるとは言えません。いや今回なぁ、27出ないのがびっくりですね。27出なかったか、なんだかんだで出るかと思ったね。9と11と4は出るなぁと思ってたんだけど出なかった。あ、4は出たね。4は出たけども。 1>, 1も出なかったのがびっくりだね。10が出ましたよ。ちょっとね、引きずっちゃうかもしんないけど、また同じ数字をやるかもしんないです。で、思ったのが、やっぱりこの予想するっていうやり方だと、あんまり出ないのかなっていうのと、固定した方が、ある程度数字はね、固定した方がいいと、最近思ってきましたので、ちょっと動画的には面白くないかもしれないけど、いくつかの数字は固定で、 やっっててこうかなと思ってきまました次第であります予想するのが私はた、まあ、楽,しみ楽しくはあるんですけども当たりたいのでもちろん一等を当選するそれそれがもう私の目的です一等以外ではないです一等だけなんですよ ロト7で1等をね皆さんはどうでしたか今回はやっぱり該当者なしなのでつらかったんじゃないですか22と33ですよ。何倍このね同じ数字が出るえっ、ー、と何て言うんかな連続してねえっ、ー、と2020 20番何,何,何言うてねえー、と10番台と 1, 1桁台とね同じ数字が出るっていうのが重なるあんまりないと思いますけど。 しかも10か 1, 1だと思ったんだけどね。うん。でまあランダムもいいんですけど、やっぱり私は自分で考えた数字でやっていきたいなと。3口。もうね、だいぶ考えてます。もうこ,のこの数字が出た時点で、あこのやり方だじゃダメなんだなって。だから次回期待してください。と言っても、固定になってると思うので、つまらない動画にはなってくると思うけども。 必ずロトセブン当てますからご期待をくださいませ。2十二強いな。